この時間は新型コロナウイルス感染症に関するお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは小田原医師会会長の渡辺さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、早速なんですけれども、新型コロナウイルス感染症に関わるこう緊急事態宣言が今発令されています。はい。この私たちが住む県西地域でも感染者が確認されているという状況なんですけれども、多くの皆さんが心配な日々を過ごしていらっしゃると思います。まず感染しないようにするにはどうしたらいいんでしょうか。はい。まず一般的に言われているように、不要不急の外出を避ける、それから人混みの中には行かない、いわゆる3密を避けるということが一番大切です。ただこの地域においては後発の要はルートのわからない感染症っていうのはほとんど報告をされていません。ですから、どこかに発生したという経歴がある、またはそこがはっきりしている場合はそこを極力避ければ、ほとんど感染する危険性は低いんじゃないかと思ってます。はい。ね、なんかここに来てといいますか、この県西地域の感染者数がこう数的には増えているんで、はい、市民の皆さん心配をされているかと思うんですよね。はい、そうですね。あっという間に県西部の中では一番発表数が多くなってしまいましたが、はい、これはやっぱり一つのクラスターがあってその中で発生している症例ばかりなので、はい、他の部分で発生している症例はありません。ですから、そういう面では、普段の生活はしっかり今の、3密を避けていただいて手洗いうがいをしっかりしていただければ避けられると思います。はい。でもここで、そういったお話があるからといって気を緩めることなくしっかりお一人お一人が感染防止に努めるということが大切ですね。その通りです。はい。そして改めましてなんですが、この新型コロナウイルス感染症に感染してしまうとどのような症状が出るのか教えてください。はい。一般的には発熱、38度とか39度の発熱というのを言われてますが、必ずしもそうではありません。発熱をしている中で本当にこの新型コロナ感染症である確率は非常に低いんですが、そういう意味では無症状の方っていうのがいるってことですね。はい。ただ、一般的にそのインフルエンザなんかでもそうですが、このウイルス感染症っていうのは非常な、倦怠感、だるさですね。はい。それがまず、一番大きい。それから呼吸器症状、普通では見られないような息苦しさというのが、特徴です。それからやっぱり咳が出たりとか、いろいろな問題ありますが、もう一つの、隠れたというか途中から話題になったのは味覚異常、嗅覚異常ですね。これは最近分かっていることは、このウイルス効率に口の中に唾液の中に入ってくるんじゃないかということが言われていて、そのための味覚異常が出る可能性がある。ですから、突然味覚異常が出た場合はちょっと疑った方がいいかもしれません。そして万が一ですね、この新型コロナウイルス感染症に感染してしまった、疑いがある場合どうしたらいいんでしょうか。はい、ここが大切です。ただお熱が出ただけで、慌てて、受診をするということを逆にしない方がいいんですけども、まずお熱が出たりその症状を疑わしいと思った場合はまず、かかりつけの先生がいたらかかりつけの先生のところに電話をしてください。もしかかりつけがいなかったらば、小田原の場合は地域医療連携室という電話相談室がありますので、そこに電話をしてどこか受診できるところはないかというふうに聞いてください。でまずそこに電話をかける、電話をかけてこういう症状なんですけどもどうしたらいいですかと聞いていただく。それに従って受診をしてくださいとか、どうしてくださいという指示が出ますので、それに従って冷静に動いていただければ結構です。それでは最後にですね、小田原医師会の会長として皆様にお伝えしたいことがありましたらお願いいたします。はい。今感染がだんだん時間が長くなるにつれて皆さん不安な日々を過ごしていらっしゃいます。そのために一つ最近問題になっているのは精神面ですね。いわゆる不安症です。不安によるいろいろな症状が、一緒に現れてきますので、そういう症状は、経過を見れば分かります。または、今お話ししたようにまず電話で、先生に聞いてください。医者に聞いてください。それによって、不安を少しでも和らげれば良くなることがかなりありますので、そこが一つです。
あとは PCR 検査、これから小田原医師会でも PCR 検査がもっと受けられるようになるようにセンターを開設いたします。ただそのセンターとかで、PCR 検査を受けても陽性と言われている方はいわゆる陽性なんですが、陰性と言われている方の中には陽性になる方がいらっしゃいます。ですから PCR 検査は陰性の確定のためにやるものではありませんので、 PCR で陰性だと言われた人が勝手にいろいろなところで歩いたりとか、そういうことは控えてください。陰性と言われてもだいたい今の目安はだいたい2週間はおとなしくしていていただきたいと思います。はい、こんな世の中ですけども、みんなで力を合わせていけばこの県政地域はしっかりコロナから守っていけると思いますので、みんなで力を合わせて乗り切りましょう。よろしくお願いします。本当に市民の皆様お一人お一人の心がけで収束も早く迎えることができるかもしれませんからね。そうですね。はい、皆さんで頑張っていきましょう。期待しています、はい。この時間は新型コロナウイルス感染症に関するお知らせとして、小田原医師会の渡辺会長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。広報だわら、この時間はウォーバーイーツ開始のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのはウォーバーイーツを主催する小田原地魚大作戦協議会会長の田川さん、そして小田原市の観光 PR キャラクターの梅丸くんです。今日はよろしくお願いいたします。さて、もうすでにですね、小田原漁港周辺で実施されているウォーバーイーツ、はい、なんだかどこかで聞いたことあるようなないようなという名前なんですけれども、こちらなんですけれども、このウォーバーイーツどういったものなんでしょうか。はい、簡単に言ってしまうと、この自粛の時の、ご自宅の、お食事を楽しんでもらおうとして考えたものでして、魚市場の味をご自宅でということで、漁港周辺の、飲食店だとか、加工業者さんの、品物だったりを、ドライブスルーで漁港で受け取れるサービスになります。ドライブスルーなんですね、漁港は。はい、テイクアウトの方でも、車がなかなか止めるところがないだとか、そういった話も聞こえてきてまして、だったら漁港周辺で、車を回せるような場所がありますので、そこを利用してやっていこうと考えたものです、ね。はい、それではこのウォーバーイーツの利用方法を教えていただけますか。はい、メニューだとかの発信はすべてフェイスブックになってますので、フェイスブックの中でウォーバーイーツを調べていただくと、そこにメニューが載ってまして、その中で商品選んでいただいて、前日までにお電話でご予約という形ですね、はい、で、受け取りの日にちに、漁港の前まで来ていただくと、車の中で受け取れてそこでお支払いという形ですね。はい、じゃあ、本当にこう車で漁港に行ってそのまま降りることなく商品の受け渡しをしていただけるということですね。はい、はい、そうです、もちろん徒歩で行かれる方はそれはそれでいいんですよね。はい、大丈夫です、はい、はい。さあ、小田原の地元の、ね、新鮮なお魚をご自宅で楽しめるというのは本当にいいんですけれども、メニュー改めてどういったものなのか、はい、あるのか教えてください。今漁港周辺の店舗で10店舗、はい、参加していただいているんですけれども、もう小田原名産のかまぼこから、加工品の、干物、あとですね、地魚大作戦協議会で考えた地魚のを使った地魚とろサバ棒、とろサバ棒、はいはい、食べ歩きできるようなものだったり、はい、サバフレークですね、はい、瓶詰めのサバフレークなんてものがありまして、はい、あとはご自宅でちょっと楽しんでいただくために海鮮バーベキューセットなんていうのをご用意しています。はい、じゃあ、その時々によってメニューなんかも変わる可能性もありますよね。そうですね、決まったメニューの他にですね、せっかく漁港という場所ですので、大市場の仕入れ次第では、お安く出せるものとかっていうものは、その都度その都度 Facebook で発信していこうかなという感じですね、はい。じゃあまずはご予約が必要ということですから、はい、Facebook などで情報を確認していただきたいですね。はい、はい、ね、本当に美味しそうなメニューばかりなんですけれども、このウォーバーイーツ、名前からしてね、なんか楽しそうだなって思うんですけれども、はい、この催しをこう考えられた、始めようと思われたこういきさつなどありましたら教えていただけますか。はい、緊急事態宣言が延長するというのが4月の終わりぐらいから5月
頭ぐらいですか、うん、にそんな噂が流れてきまして、はい、漁港周辺の飲食店がそこまででも7割8割やっぱり売り上げが落ちているような状態だったんです、はい、でこれはこれが長引くと、うん、まずいなと、どうにかしなきゃいけないなというところから考えたものなんですけれども、それで急遽声をかけさせていただいて、うん、まあ、みんなで一致団結してやろうという形になりました、うん、はい、それでは最後にお茶の間の皆様にメッセージをお願いします。はい、皆さんこういった自粛の中でみんながみんな大変な思いしていると思います。僕らもですね、これに負けることなく盛り上げてですね、漁港周辺を盛り上げて、小田原の漁食というものを発信していこうとしてますので、皆さんもですね、コロナに負けることなく、一緒になって頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ね、私実は地魚トロサバボまだいただいたことないんですよ。本当ですか。はい、ぜひこの機会に食べてください。はい、オーバーイーツ行きます。はい、よろしくお願いします。はい、この時間は現在開催されていますオーバーイーツについてご紹介いたしました。高和さん、梅丸くん、ありがとうございました。ありがとうございます。はじめは手拍子と掛け声です。元気よく5、3、5、前に進みます。後ろに左回りです。次は腕の曲げ伸ばしと背伸びです。左足、右足です。大きく上に伸び上がりましょう。右足、左足、肩と背中ほぐしです。肩を引き上げて下ろします。両手を合わせて背中をゆっくりと動かしましょう。もう一度繰り返します。側頭とツイストです。左に両足を揃えてツイストです。次は右に移動しましょう。ツイストです。体側とバランスです。左脇腹を伸ばします。右脇腹、左足を上げてバランスを取ります。右足、右脇腹を伸ばします。左、右足を引き上げます。捻転と体の回旋です。左にひねります。右に、左に大きく体を回しましょう。次は右にひねります。左、前曲げと後ろ反らしです。体の力を抜いて前にゆっくりと起き上がります。左手を上に、背中を伸ばします。もう一度繰り返しましょう。次は右手が上です。重心移動と足踏みです。左手、左足、前、後ろ、左からナンバーステップを踏みます。次は右手、右足、右にナンバーステップです。手伸びと深呼吸です。手を横に、息を吐きます。大きく上に伸びましょう。手を横から下ろします。繰り返しましょう。